やばい、ミスが重いだけだ。さあ、サイドトーナメント決勝戦、あースタイリーマン。さあ、どちらもね、上位入賞経験のあるプレイヤー、なぜ彼らがベスト30に入っていないのかというのは、もう昨日のレベルの高さを物語っております。さあ、そんな彼らですが、別にね、今日の決勝側に残ってても全然不思議ではなかったですね。さあ、そんな激戦であるサイドトーナメントを勝ち抜いてきた2人による最終決戦、勝った方が優勝です。さあ、爆弾の爆発からブーメラン爆弾と、おっと、ここで掴みを、しまぐはそこに GA を差し込んだところに爆弾が返ってくる。さあ、爆弾を作って後ろに下がりながら攻撃、ピットの空下。さあ、弓矢ジャンプから、おっと、2段ジャンプ空中ニュートラル、これはガードを解いちゃいますね。さあ、駆け上がり爆弾、 DA を差し込んで、さあ、弓矢から、あと着地狩りのダッシュウェスマッシュ、アースといえば着地狩り、着地狩りといえばアース。さあ、崖の上も強い、このアースピット、空中しろ。さあ、植え付き、フックショットを打ちつつ爆弾ブーメランを出して距離を測っていくトゥーンリンク、近づかれさえしなければトゥーンリンクがずっと有利とも言えます。さあ、空中上、上に吹き飛ばして、ここは戻れるか。さあ、爆弾を取りつつの空中前爆発、これは危ないぞ。さあ、着地できるか、上スマッシュを狙っていくが、これはしっかり避けている。さあ、爆弾とブーメランによる波状攻撃、縦を構えてしっかりと崖下へ逃げて、そこから再び上がっていこうと、空中後ろ。さあ、スマブラ X のような空中後ろによる撃墜。さあ、爆弾人から空中前を渡したかったが、ちょっと当たらない、しかし状況は有利。さあ、ストックを負けているとはいえ 101% を貯めている状況、早く倒して追いつきたいところだ。さあ、着地をつかみたかったがちょっと遠かったが、ブーメランから、さあ、爆弾を、おっと、うまい、ブーメラン戻ってくる瞬間にチューニングを後ろ側にやることによって、ブーメランをチューニングに回収させ自分の体には当てないという、チューニング対策ですね。さあ、ここでダッシュアッパー、ウエスマに当たらないように引きながらダッシュアッパーでさらに反撃を取っていく。ウエスキ、さあ、振り向きつかみからの前投げ、崖の上に上がりたいがプレッシャーが尋常ではない。さあ、上投げから着地を張り合い、おっと、上スマッシュを当てたいところに、空中後ろですかね、今のねベクトル的にも空中後ろが当たって撃墜。さあ、ダッシュアッパーで耐えながら突進、ダッシュつかみを狙いに行くが、しっかりとトゥーン、すれ違いざまに空中後ろを割っていく。崖上がり爆弾を持った状態、さあ、前投げから手が離れる直前に爆発。さあ、崖を上がりたいが掴んで前投げ、これは危ないぞ。弓矢人、ウエスマート、爆弾爆発、アースも一瞬喜んだ。さあ、まず1本目取ったのはアースピット、アースさん今上スマった時喜んでた。僕は見ちゃいましたよ。リプレイをお願いします。気持ちはすごくわかります。さあ、ぬか喜びしてもちゃんとね、とどめをきっちり刺すあたりはさすがです。さあ、2本目参りましょう。まあ、アースさんはわからないですが、リーマさんはおそらく今日1本でしょう。続いてのステージはスマムラ。さあ、弓矢対ブーメラン、ピットの弓矢ですね。結構全体モーションが長いので連射はできませんが、遠距離でね、これだけ曲げられるというかなり便利な飛び道具。さあ、対するトゥーンの三種の飛び道具ですが、こちらも強力、ただしピットには反射技があるので、何も考えずに投げるとちょっと危なかったりすることもありますね。さあ、ブーメラン人、崖上がりの空中前、さらに空前を狙っていく。
さあ今のはうまい、上スマッシュを回避避けながらのトゥーニングの反撃、ここでダッシュ攻撃、さあ空中上からおっと G を狙っていく、さあ下投げ上スマッシュ回避を読んでいる、さあクエヌ、このクエヌが持続が長くてかなり厄介な技だ、爆弾からリエ、さあお互いガードからの解除攻撃、当たりそうで当たらない、さあ後ろでから弓矢つかみに行くがと空中後ろで追い返す、さあさらに空中後ろ、爆発、これは戻れるか戻れるか、さあ戻ってくる、空中ニュートラルで外へ追い出して、さらに複雑の体勢を作っていく、さあ有利状況をずっと逃さない、アスピットスマッシュ3段目だけ回避をしていたが持続が足りなかったか、無敵の、さあアスピットの炎着地狩りが綺麗に決まって、さあ爆弾の爆発をなんと投げる瞬間の無敵により回避している、何でしたっけこのゲーム、投げの無敵時間20フレぐらいあるんでしたっけ、さあ下投げからクーマへ、さあ崖を上がりつつ爆弾を構えているが、さあ弱弱弱で吹っ飛ばす、ブーメランによるジャンプの抑止、そこから地上での爆弾と弓矢、さあ弓矢爆弾ブーメランと飛ぶ用を使い分けてピットを追い詰めていくが、しかしピットまだ2ストック、ここで空中への持続ギリギリ倒せず、さあうまい爆弾の爆発、というのはあれですね、掴み合い打ちの時の抜け方をしていたので硬直が短かったということで、そこからジャンプ上が発生していたという状況ですね。さあ戻りブーメランからの空中ニュートラル、そこから掴みを狙うが毎回からの下スマスピットの反撃も的確だ、さあクエヌ爆弾が爆発、さあ崖上がりから上気を狙っていくが、ここはジャスガからの下スマッシュ、アスピットの反撃が冴える、さあ空中後ろ、ここで上気を上気をから空中後ろ、さらに上スマを狙っていくが、おっと逆向き、さあ下にガラグマ、おっと降りる前に下スマッシュ、今のは早い、さあ爆弾から上スマッシュ、空中へ追いかけていく、いえ、さあ掴んでいる、どっちかわからない、難しいところだ、さあ2しかね前だけ爆弾が爆発、あしかし今のはさすがですね、爆発するタイミングをしっかりと覚えている、かなり嫌な状況になってしまったが、これは戻れるか、爆発後弓矢がさらに追撃で襲いかかる、下スマッシュ後ろがうまい、一番リスクの少ない撃墜技を選択して、これ終わってくるアスピット、さあ2本目もアスピット、優勝に王手をかけております。さあ最終決戦ですね、最強トーナメント最終決戦3本目もスマムラ、さあこのままアースが優勝を決めてしまうか、それともリーマ戦ここから逆襲を果たせるか、さあジェネシスじゃなかったすいません、エボですね、エボの2016でもベスト12というかなり高い成績を取って帰ってきたアースさんですが、さあ1日目惜しくもベスト33、48かな、33位で敗れてしまいましたが、2日目に来てこの大健闘、やはり決勝まで進んできたのはこの男、そして今この瞬間も優勝に王手をかけている、さあしかし対するリーマ、確かに実績ではアースピットに劣っているかもしれませんが、ここで勝てば大金星、このピットを倒して一皮向けられるか、さあ前投げ、下スマッシュが刺さる、さあ空下上スマッシュ、しかしこれは1段目のみ、いやしかしもうアースさんも慣れたものですね、この上スマッシュ1段目だけが当たった場合は下に落ちてダウンするんですけども、その時に、ね、そうなった場合に対しての反応が非常に早いですね、
よくある状況ということでしょう。実際よく見ます。さあ大上追いやってトゥーンリンクが動きにくい位置取りをしている。さあ弱三段追い返して弓矢からの爆弾、おっとこれは空中後ろがヒットしている。さあ王手をかけたアースピット、このまま決めてしまうのか。上スマッシュ、さあ空炎の後ろ側上あたりを当ててかなり反撃を取りにくい位置取りをしている。崖上がりを掴もうとするがこれは掴めず。さあフックショットのブーメラン、さあ爆弾を先生、ここからトゥーンが生命の起点を作っていく。ジャクさん、おっとうまい外側に変更して抜けている。さあブーメラン人からの上突きを狙っていくがここは回避。爆弾、さあこれは跳ね返った後の着地の爆発ですね。これも使って動きを止めている。さあ空中前を受けても弱攻撃の方が早い。言いますの弱攻撃 DA から弓矢、さあ回避を読んでいた、掴んで下投げ空中前、おっと爆弾を取りながらの空下。さあ弓矢プラス弓矢、さらに DA、おっと振り向きつかみから空車を狙っていくがこれはしっかり避けてリーマトの空中後ろでやり返す。さあまだ 45%、 ここで倒しておければ全然追いつけますね。さあ爆弾から空母を狙いたかったがギリギリガードが間に合っている。組はそしてここで空中後ろ上スマッシュ 84%、 結構痛い。帰れるか帰れるか、下スマッシュ後ろ側を狙っているがこれは当たらない。当たらなくてもノーリスク、かなり厳しい状況になってきた。ここで起死回生で後ろ投げ、さあ 0% 対 95%、 ストックは追いついた。ここから反撃になるか。さあ爆弾爆発、さあ後ろ投げから弓矢弓矢、さあ空中後ろ狙っていく、危ない。爆弾の爆発から、さあスピットかなり嫌な位置取り。ここでリーマトゥーンの動きをしっかりと眺めている。下スマッシュ、これはまだ決まらないが 140%、 これはもう端っこの投げもかなり怖い状況。クエヒト逆転サイドトーナメント優勝はアースです。おめでとうございます。リプレイを。それでは優勝したアースさんね、せっかくなんで一言いただきます。はい、いいよいいよ、リマさんもどうぞどうぞ。おー、はい、二人ともお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。少々お待ちくださいね。